オナタン・コペテ・バレンシアは、コロンビアのサッカー選手。コロンビア代表。ポジションは MF、または FW。コロンビアのサンティアゴデカリに生まれたが、アルゼンチンのクラブアルマグロの下部組織から、ベネズエラのトルヒジャーノス FC に移り選手デビューした。2007年にアトレティコトルヒージョに移った。その後トルヒジャーノスに戻ったが、1年でザモラ FC に移籍。 2011年のクラウスーラでは、得点王に輝いた。2011年に、コロンビアのインデペンディエンテサンタフェに移籍。2012年のアペルトゥーラを制し、彼自身も、決勝、第2試合で得点を決めるなど、合計7得点を記録した。2012年、プリメーラディビシオンでアルフェンティーナの CA、ベレスサルスフィールドが、 所有権の50%を300万ブレドルで購入し、同クラブに移籍。早々に怪我をしてしまったが復帰後に活躍し、2012年イニシアルのタイトルに貢献した。2014年1月に6月までのレンタル移籍で、フルスのインデペンディエンテサンタフェに加入した。2014年7月9日にアトレティコナシオナルに移籍。半年で11得点を記録した。 2017年、サントス時代コパリベルタドーレス2016での活躍が目に留まり、2016年5月23日に150万ベイドルで、カンピオナートブラジレーロセリエ A のサントス FC に移籍。国際移籍市場が開いた6月23日に4年契約を締結し加入した。6月29日のグレミオフブパとの試合で、ハーフタイムに、 ビトールブエノに代わって投入され初出場。4日後のアソシアソン、シャペコエンセジフチボー戦では途中出場から2アシスト1得点をし、3から0のスコアで勝利という大活躍を見せた。10月のサンパウロ FC とのダービーマッチでも、決勝点を決めたほか、SE、パルメーラスからも決勝点を決めて、名を挙げた。11月も2試合で3得点、ビトールブエノと並んで、 クラブの得点王となった。2017年7月9日にサンパウロからハットトリックを決めた。月末の CR フラメンゴ戦でに得点を決めたことによってフアンダウルエチェバリエタが持っていたサントスの外人最多得点記録である22得点を追い越した。2016年11月4日に 2018FIFA ワールドカップ南米予選のチリ代表。 アルゼンチン代表戦のメンバーに選出された。11日後のアルゼンチン戦で、ダニエル・アレハンドロ・トーレズに代わって出場し、代表初出場となったが、試合は0から3で敗北した。ありがとうございます。